左手からは消防活動二輪車が出場してきました。消防活動二輪車、通称クイックアタッカーはオフロードタイプの二輪車をベースに、1号車には消火器具、2号車には救助器具を積載しています。災害現場に到着したクイックアタッカーの隊員は情報収集を行うとともに、可搬式圧縮空気泡消火システム、ポータブルカフスによる初期消火、そして救助活動に当たります。消防団特殊技能団員です。また地域の事業所の方たちが救護所を開設しています。続いて会場左手からは特別消火中隊も出場してきました。特別消火中隊の通称は A1 ファイヤーユニット、消防小隊2隊とエキスパートの隊員たち10名